こんにちは、リトマンです。突然ですが、観葉植物が欲しいんです。というのも、今撮影してるのは寝室兼撮影部屋なんですけど、たまに多分動画で登場してるリビングが2階にあって、そこに緑を置きたいんですよね。その部屋一切緑がなくて、庭に出たらこんなに緑があるのに全く植物がない部屋です。なので、ちょっと部屋に置ける観葉植物を最近はずっと探してて、で、先日インスタグラムのストーリーで、おすすめの観葉植物ありませんかと質問させてもらったんですけど、もうこの通り、もう皆さんありがとうございます。過去最高の回答数でした。で、まあ知ってる植物もあれば、もう初めて聞くような植物もあって、めちゃくちゃ面白く見させてもらったんですけど、一応全部目を通させてもらって、スマホ片手にパソコンでどんな植物か検索させてもらったんですけど、まあ、いくつか、あ、これいいなと思った植物があったので、まあ、ちょっと明日休みなんで、その植物をとある場所に見に行きたいなと思っています。まあ、そこの園芸店行くのはちょっと久々かな。いい植物があればいいんですが、楽しみです。ということで、今日は開墾植物の人ではなくて観葉植物の人の回です。よろしければご覧ください。では本日もよろしくお願いします。道が混んでて結局2時間半ぐらいかかっちゃいました。でもなんか今日は空いてそうな気がする。久々の尾崎、いやー楽しみですね。思えばこっちから来るの初めてかな。ちょっとまずはストーリー場から見ていきたいと思います。前あったオジープランツ、まだあるかな。多肉植物もちょっとチェックしていきましょうかね。ここ外なんですけど、何パーセントぐらいだろう。そんな遮光強くないんですよね。これでも大丈夫なのかな。パッと見は焼けてない気がします。なので意外とビビってますけど、そこまで遮光強くしなくていいのかな。でもさすがにこの辺はあえてちょっと影の部分に置いてるのかなと思います。ダドレアですね。これ埋まってていい感じです。これ屋外のコーナーですが、まあここにある植物、めっちゃでかい植物ばっかりなんで、うちではあんまり縁がないというか、まあ迎えることはないんですが、一応毎回チェックしてます。前養生中だったアガベも結構いい感じに綺麗になってきてますね。あと前にあった何だったっけ、バンクシアでしたっけ。それはさすがにもうなさそうですね。あれ前来たのいつだっけ。確か去年の秋とかでしたっけ。ってなるとやっぱさすがに厳しいですよね。めっちゃ低木でかっこよかったんですけど、いやでも確か値段も結構高かったんで、まああったとしてもなかなか手が届かないですね。この辺のコーナーは憧れですが、まあしばらくこういう植物を植えられるような家にも住めないので、まあこうやって見て発散してるだけです。じゃあちょっと暑いので早々に屋内見ていきたいと思います。もう今日は観葉植物見に来たんで、多肉植物は買いませんっていうフラグを一応立てておきますね。2階上がってすぐこんなコーナー前はなかったような気がしますが、これ本物じゃないですよね。うん、フェイクですね。この辺フェイクグリーンのコーナーなんですが、この美覚もうフェイクでめっちゃ十分かも。いや、フェイクグリーンも年々レベル上がってますよね。でもまだ開墾植物のフェイクは出てないので、ちょっと誰か作ってください。うちにも1個あるんですけど、数年前に買った美覚のフェイクグリーンは、まあ、言うてもまだちょっとフェイク感はあったんですけど、もうこれとか遠目で見たら多分本物と間違うぐらいのクオリティです。いや、 やっぱりなかなか美覚はちょっと手を出す勇気はないんですけど、これだったら暮らす心配もないのでいいかな。これ値段はいくらなんですかね。ああ、うん、まあリアルの植物だとこの値段では買えないかなっていう値段ですね。まあフェイクとしてはちょっと高いかなっていう感じですが、
まあ全然ありかな。この辺はちょっと気になりますね。あとコルクの品揃えが半端なくて、これ何需要なんですかね。やっぱり美覚需要なんですかね。こんなにでっかいコルクも置いてますね。じゃあここからは今日の本題の観葉植物見ていきますが、もう早速これ派生がめっちゃ良くて気になります。これなんだ、クッカバラって里芋科ですかね、多分きっと。これいいな、葉っぱが面白いです。こっちも同じか。ちょっと値上げしてる感じがすげえ可愛くて、部屋に置いたら映えそう。まあでもここまでちょっと芽が出すぎてるのもあれかな、ちょっとごちゃっと感あるかな。やっぱり部屋のメインツリーになるようなデッカムの木が1本ぐらいは欲しくて、ウンベラータかエバーフレッシュかな、やっぱり。お、こんなところにアデニウムが。いやこれめっちゃ形いいっすね。これなんだ、オクトパスフォーム、タコ足フォームってやつですね。これぐらいでっかいの、これ部屋置けんのかな。でもさっきも入り口で見たクッカバラ、あーやっぱこれ葉っぱがいいな。どうなんだろう、育て方が全然わかんないんですけど、まあ、里芋かなんできっと寒さに弱いのかな。値段これぐらい、いやこの大きさでこの値段か、結構安いですよね。いやーどうだろうな、でもうちに合うかなこれ。ベンジャミンのスターライト、これも誰かが紹介してくれてましたが、めっちゃ綺麗です。これもいいな。フィカスですね。このちょっと古木っぽい色合いが素敵です。いやこうしてみたら悩むな、全然わからん。いや観葉植物はちょっと奥が深くて、もう少し勉強してから来るべきでしたね。めっちゃむずいです。どれがいいのかな。これぐらいの大きさの木を置きたいんですけど、いやでもこれここで見るから置ける気でいるけど、多分実際めっちゃでかいというか車に乗らんの。でもこんな木のある家素敵です。多分さっき見たのと同じオクトパスフォーム、タコ足ですね。これここを切ってるんですよね。こっちもアデニウムがたくさん、結構でっかくていい株多いな。これとかめっちゃいい。まあでもアデニウムはもう凝りました。アロエもありますね。これラモシシマ、へえ安い。でもラモシシマってディコトマが分岐したらラモシシマって巻いてたの、この時点でわかるんですかね。これはフィカスの SP だそうですが、めっちゃ開墾がいい感じで値段も程よくて、これはちょっと狙い目かもしんない。このステファニアもキッコーホームって呼ばれるヒビが大きなタイプですね。こっちもステファニア、さっきのとは全然姿が違います。グラキリスとか超人気どころの開墾植物も置いてありますね。前来た時はなかった気がするけど、結構形のいいグラキリス。これはグラウカですね。いやスピノーサが欲しいんだよな。グラウカか、このグラウカ、これグラウカか多分。でもこれ見てめっちゃ形いい、これちょっとテンション上がりますね。素晴らしい。後ろに回ってきましたが、やっぱり札がグラウカだったので素晴らしいグラウカです。こっちが、これがデカリーですね。デカリーはこうやって拾って伸びちゃうんですよね。これはラメリーか、ラメリーもでっか、この辺全部でっかいです。あとこれもアデニウム、いやアデニウムやっぱり形いいけど冬がなちょっとダメですね、うちでは。で結局このフィカスに戻ってきましたが、いやこのフィカスやっぱいいですよね結構。ちょっと剪定したらいい感じ。いやこれだな、いや間違いなくこれでしょ。スライムっぽくてめっちゃ可愛いフィカスですこれ。これもまあまあいいけど、ちょっとさっきのには勝てないかも。目を離したらすぐに開墾植物に行っちゃうので、ちょっとまた観葉植物探してます。この辺はベゴニアですね。ベゴニアもなんか難しいイメージが強くて手が出しづらいです。これは、これなんか良くないですか。これなんだろう、全然わかんねえ。
ハンギングも欲しくて、めっちゃ増えそうな気がするな、値段的にも。これ可愛い。あとやっぱりこういう斑入りが人気なんですかね。斑入りが多いです、なんとなく。これとかいいかも。コンパクトで、まあ値段もまあまあ安くて、なんか育てやすそうな気が勝手にしてる。あとは美角。美角はなんかパワーアップしてますね、この辺のコーナーが。また美角ね、美角をそろそろ始めたらどうですかってめっちゃ言われるんですけど。あ、これ崩壊さんのだ。美角育てられっかな。こっちの食虫植物もめっちゃ立派。いやちょっと今日美角はまだやめときます。これが何かわからないですけど、プラルゴっぽくて葉っぱが可愛いです。でもちょっと予算オーバーでした。これでも樹形もいいですね。意外とオリジナル培養土のラインナップが豊かで、しかもメセン売ってなかったのにメセンの土だけ売ってるっていう、びっくりしました。多肉植物とかサボテン用土、まあ使われてるのは赤玉とかカヌマとかボラとか、あんまり変わったものではなさそう。あとこれかっこいいぜ、もいつの間にか DVD が発売してました。出るとは知ってたけど全然知らなかった。いやでも DVD なんですよね、このご時世。ブルーレイにしてくれればよかったのに。え、いつの間にかこのシリーズ、これ美角下が出てますね。いつ発売だったんだろう、全然知りませんでした。これ買います。はい、ということで帰ってきました。いや観葉植物、しかも大きめのシンボルツリーになりそうなものが買えたらなと思ったんですけど、なんかこれと思えるようなものに出会えなくて、ちょっと今回はこれだけの購入です。まあ、まずこれが趣味の園芸の12ヶ月栽培シリーズの美角シダ、いつの間にか発売されてたので購入してきましたが、これ調べてみると今日発売っぽいですね。なんでめちゃくちゃタイムリーでした。まあ、美角シダ今回も買わずに諦めたんですけど、興味はあるんです、めちゃくちゃ。なのでちょっとこれ見て勉強でもしておこうかなと思います。まあ他のシリーズと同じで、前半が品種紹介、後半が12ヶ月ごとの育て方っていう感じの構成ですね。これは今のところ全シリーズ買ってるので、今回もちゃんと買いました。いや、アリ植物とか出てくれたら面白いんですけどね。はい、で、植物一株だけ購入してきました。これ多分察しのいい方ならもう明らか動画内でテンションが違ったんで何を買ったかわかるかと思うんですけど、じゃーん、フィカスのこれ SP っぽいですね。 SP っぽいんですけど、いやこのフォルムですよ。なんだろう、このちょっとスライム潰れたみたいなフォルム、これはね、いや1本だけ枝が伸びてビヨーンってなってた株が多かった中でめちゃくちゃこれは良かった。なのでちょっと迷うことなくこれを買っちゃいました。まあフィカス開墾植物で紹介されることも多いんですけど、まあ、どちらかというと観葉植物だと思うんで今回これはセーフですよね。でこれ、まあ、ポリポットに入ってるんですけど、もう鉢パンパンなんで、まあ、ちょっと植え替えるためのこのちっちゃなボール型の珍しく鉢も買ってきました。ただこれベストフィットすぎたかな、ちょっとちっちゃすぎましたかね、ちょっとちっちゃすぎたかなと思って、よし、これ、あ、これ、あ、これだとどうかな、これだとちょっと大きいかな、こっちの方がいいですか、どう。ちなみにこれなんですけど、これちょっともしかしたらまだ見せたら怒られるかもしれないんですけど、プラバチ再販します。プラバチ再販するんですけど、今回はこの色で再販しようと思います。
で、前回出した色が一応黒という色では出したんですけど、これか、これがファースト一番最初に出した色で、まあほぼグレーですよね。でこっちが2回目に出した黒なんですけど、まあ、マットというよりかは、まあ、ちょっと艶ありの黒、完全プラ。こっちは古紙が入ってます。でやっぱりこの古紙の方が、まあ、ちょっと風味が良くて、この古紙で真っ黒が欲しかったんですよね。なのでこれ無理言って古紙で黒を作ってもらいました。こうして並べたらもう一目瞭然、全然こっちが黒、これはもうめっちゃグレーですよね。なのでこれが次回再販する予定のプラバチの黒色です。まあこれがボール型で、こっちのスタンダード型、まあ、どっちもこの同じ色で出そうと思っています。またちょっと時期が来たら皆さんにはお伝えすると思います。それまでお楽しみに。でまあこれサンプルなんですけど、これでもいいかなと思ったんですが、まあ、ちょっとコンパクトに今回は植えたいので、まあこれではなくてこっちがいいかな。このちっちゃめの鉢で植え込もうと思います。ちょっと植え込みシーンは飛ばしましょうかね。もうパツパツすぎて鉢から抜けないです。これ切るしかないかもな。これやばい。抜けるか、抜けた。でもこんな感じで完全根鉢、土がほとんどないです。まあでもこのままいけるかな。ちょっとだけ崩して植えようと思います。まあでもちょっと最低限の崩しで植えましょう。福岡の杉本新流園、初めて聞きましたが、これフィカスの SP ですね。一応化粧砂の富士砂も持ってきたんですけど、ちょっと富士砂しけるかな、これちょっと厳しいかも。一応ちょっと気持ちだけ敷いておきます。はい、こんな感じでいかがでしょう。いやめっちゃかわいい、いいですね。この株剪定しちゃおうばいいのかな。これいやでも外で育てるか。フィカス自体は多分部屋で育てられると思うんですけど、まあこれはこの形維持したいんで、まあちょっと外かな。いい買い物ができました。お手頃だったので。ということで本日は部屋に置く観葉植物を買いに行く会のはずが、まあ結局観葉植物は買えずに全然関係ない植物買って帰ってきてしまいました。いやーむずいですね観葉植物。まあいろいろ皆さんに教えてもらった植物探しながら行ったんですけど、まあまず結構いい樹形のとかが今回なかった気がする。なのでちょっと欲しいこれはっていうものがなかったかな。まあ特に今回これ欲しいなと思ってたのがウンベラータとあとエバーフレッシュなんですけど、そちらに関してはもうエバーフレッシュ一株も置いてなかった気がします。ちょっともしかしたら自分が見つけられなかっただけかもしれませんが、見た感じエバーフレッシュはなかった気がする。ウンベラータも一株二株しかなくて、しかもそんなに形がいいものではなかったので、まあ、ちょっと買うまでは至りませんでした。いやそれにしても観葉植物めっちゃ難しいですね。なんか開墾植物とかだとある程度育て方がわかるんで、まあ、全然今まで買ったことない植物でももうあまり躊躇せずに買っちゃうんですけど、観葉植物となると急にめちゃくちゃビビって全然買えませんでした。なぜかこれいつ買ったかすら覚えてないんですけど、暮らしが変わる観葉植物調入門
まあ、こんな本持ってたんだっていう感じですが、ちょっと勉強します。いや、観葉植物に関しては観葉植物めっちゃ詳しい人と一緒に買いに行きたいです。観葉植物詳しい方どなたかぜひお付き合いください。まあ、やっぱりちょっと部屋のメインツリーになるような劣化目の植物一つと、あとはハンギングできるような観葉植物いくつか、まあそんな高くなくてもいいんで欲しいなと思ってるので、リベンジですね。今日は尾崎フラワーパークに行ったんで、まあ次は順当に千葉のファームユニバーサルでも行こうかなと思ってます。私の家がファームユニバーサルと尾崎のちょうど中間あたりで、どっち行くにしても結構今回も2時間半ぐらい混んでてかかっちゃったんで、それぐらいかかっちゃうんですよね。すごい微妙な位置です。なので本当は尾崎とファームユニバーサル、まあ1日で見れたらなと思ったんですけど、まあ全然無理でした。まあちょっと後日またお休みの日にファームユニバーサルには行って、観葉植物何かいいのがあるか見ていきたいと思います。あとはまだ行ったことないんですけど、土日しかやってないソルソファームとかも一回行ってみたいんですよね。はい、ということで本日は観葉植物を探しに行く回でしたが、見事に敗北して帰ってきました。まあでも一株いい株買えたので、これに関しては大満足でございます。まあちょっと今度はさっきも言ったように観葉植物詳しい人と行けたらなと思ってますので、一緒に付き合ってくれる方大大募集しております。部屋にいつか、まあ、でっかいシンボルツリーが置ける日が来ればなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リトマンでした。いや、これだけでも買えて満足です。